った。そう。で、種上げの流れで真ん中来ました。で、見えて、で、これはまんま。まんま。殺人事件が抜けるんですよ。そうそう。で、出したところに来て、見ながら、落とし、マトリックスがあって、飛び込んで。ドロップの手を2つ。これ、余計だけど。はい。本当に一番だな。いろいろお世話になったな。こっちこそ世話になったでござる。いろいろありがとう。確かに見せてもらいました。曲が完全に終わってから行きましょう。それからその曲のことなんだけど、とにかくござるがやばいってことです。ござるは違うんですか。何してるの。今日の谷口さんでもちょっとオフモードだな。おい、あ、急にオンモードだった。さ、ベルサの現場でさ、そういうあんまり体育会系のことやった。いやいや、俺やらなかったいつもやってないのに、ルーキングだからってやらなきゃな。やっぱね、ビジュアルライブ必要だよね。やらなきゃな、ちょっと体資本だからね、戦うからね、結構やんなきゃな。おはようございます。9月21日、撮影者、大見陽一郎、辰巳寛治役です。あれ、日にち違う？違います。9月20日？あ、すみません、9月20日だそうです。9月20日。ということで、早速僕がカメラを回していきたいと思います。まず稽古場。こんな感じ。もうがっつりセットも組んであります。すごいっすね。これはですね、足立の武器かな。足立の武器ですね。足立結構強いっす。ちょっと舞台上登ってみようかな。で、ちなみにこの上の通路は広さはこのくらい。このくらいあるんだろう。1メートル弱。意外と狭いっす。ここでアクションをやったり、まあ、いろんなことをお芝居したりしてます。はい、上から見るとこんな感じ。じゃあちょっとね、普段入らないこの裏側撮ろうかな。これが、つくいさんがアクション中に蹴ったりする台です。で、裏に入っていくと、まあ、稽古場の裏なんですけどね、こんな感じになっております。私物が置いたりしてるんですけど、よいしょ、じゃじゃん。あ、暗い。こっち。クマちゃん。クマさんです。でーん。かわいいっしょ、これ。これは大見くんが普段、この稽古場でのペルソナグッズ、ん？ペルソナの稽古場で持ってきてる袋につけてます。クマさん。これちょっと俺個人的に気に入ってるので写したかった。ペルソナブログとかを見てる人はわかるかもしれないんですけど、うちの稽古場にはこうやってペルソナのゲームができるようにいろいろグッズが揃っています。はい、これナオトの銃だな。
で、これが一条のバスケットボール、長瀬のサッカーボールなどなど。あ、取る取る。里中先輩、ちょっと何やめてください。今の心境は、今の心境とか頑張ります。今日映像なんで。でも今日カツラなんですよ、本番は地毛ね。何笑ってんだよ。何笑ってんだよ。これやばい、難しい、見てる人酔っちゃうかも。あれ、直人くん調査書って言ってて、調査書。やばい、マジ調査書。あ、決めて言わないと言えない。天木先輩の、あ、お手本見せてください、調査書。ちょっと待ってね、調査書。あ、かっこいい、かっこいい。決まった、決まった。かっこいい。そう、私もできるよ。つくいさん、調査書。あ、言えた、ほらね、ほらね。はい、ドヤ顔、ドヤ顔、ドヤ顔、調査書。あ、待って、カメラワークはブレちゃったから。ほくろの席、2個だろ。六本木さんにさっき髪切ったんですよ。そうだ、うん、こうなっちゃいました。似合ってますね、でも。似てるわ。いや、めっちゃ似てるじゃないですか。本当に？はい。めっちゃ似てます。そう。びっくりした。これね、体力がないことに気づいたので、体力ない、あの特訓ベルトをですね、うわ、つけてみました。どうぞ。何キロですか？ちょっと手出して。え、嘘でしょ。段取り悪いの。あ、うまそう。そう。抹茶？もったいろ。なんだよ。くれるんじゃねえだろ。頑張ってください。あ、間宮です。もっくんです。あ、すごい迫力。わ。今流行りの 3D みたい。わ。メガネかけてみてね。うん、でも、俺これ。さあ、俺こっちで片目入れて撮ってるからこけそう。こっちの目つぶっちゃうでしょ。最後まで行きましょう。え、最後まで行きます。撮ってる、最近流行りのモード系。ちょっとこれモードっぽくない？モード。ギョーギョー、すごい。おー、びっくりした。知ってました。やめて、やめてください、やめてください。喋ってもらって、おー、なんでも、あの、テンポ感が出てくれば、あの、こっちが間違ってるかのように見えた方が。忘れちゃったのか。どうしたの、さっきから。おかしいよ。雨のなぎり倒した後も私たち毎日熊くんと会ってるじゃん。リセット。多分ナオトもちょっとあのリセットとかコミュニケーションもうちょっと取ってもいいのかもしれないし。あの、すいません、あの出てないんで。あれ。敵そう、の後なんで。でもいる手で。いる手で。手で。わかんないです。あ、そうだ。
一応なんか今ヘアメイクの準備ですね。これでも大変だし、うんうん、毎回だとね、これでも大変だし。おはようございます。辰巳幹事役大見陽一郎です。銀河劇場の探検します。まずここは、僕らの楽屋、前山、大見、早乙女、太田、楽屋5、隣に楽屋4、まさしさん、まさみさん、ロッコンさん、翔太郎です。まさみさんの私服です。ダダーン。これね、今年の新作です。だそうです。はい、またコレクションの時にね。な、長い。あ、そして左右の長さが違う。違いますよ。おしゃれポイントです。あ、そうだ。びっくりした、びっくりした。お弁当などを舐めつつのこの楽屋に、ここがバーチョンさんの楽屋です。やれ、今片付けてんだから。あ、すいません、失礼しました。怒られちゃった、怒られちゃいました。来ましたね、小屋入りです。いやー、今時間は11時40分。はい、そんなに遅い時間、早い時間もないですね。ありがとうございます。ちょっと待って、すげえの来た、すげえの来た。じゃじゃーん、マトリックスじゃないですか、座長。かっこいい、かっこいい。お、あれじゃあ、はい、新人です。お、はい、よろしくお願いします。うるせえ。ハケ際になんかやってた。いやー、すごいですね、朝から。うい、はい、何を喋りましょう。どんなの書こうと思ってんの、マイペルソナ。前山隆さんのペルソナ、まあ、そうですね、犬が好きなんで。ごめん、ちょっとね、今ね、遠くからね、すげえ元気なおはようが聞こえてきたんだけどね、これもしかしてね。あ、来ちゃいました。あれじゃない、ペルソナ4の元気印じゃない。おはようございます。おはよう。里中先輩役の机にやみさんです。どうしよう、すっぴー。全然気にしてない。全然気にしてないじゃん。どうしようっつって。いや、朝から元気だね。頑張ろうね。頑張ろうね。頑張ろう。楽しく。おっしゃ。頑張りましょう。初日ですよ。え、いや、できるだけ無事。初日ですよ。食ってなくていいから。頑張ります。ちょっと浅くかぶる、こう、久しぶりした。そう、それでいいんじゃないですか。でいいですか。階段を押す人たち。はい。ちょっと、中西さんと一緒に段取りを組んでください。はい。息吐いてね、息吐いて、本当に。ああ、大丈夫、かけます。ああ、望むとこ、お前、あー、ごめん、ちょっと早かった。そうだ、あのね、今警官が位置がね、もうちょっと、はい、あの横田君にかかってるんだよ、割と扉の入り口を決めるのが。ありがとうございました。はい、キャストの皆さんは大丈夫ですか。今もう行けるよね、一発で。大丈夫ですか。はい、はい、お願いします。山田君お願いします。はい、メガネかけました。行くぞ。
ちなみに400回しか吸えないんで無駄遣いしないでくださいって言われてます。これで、ね、あともうちょいだろうか。ちょい、はい、熊ちゃんも、うん、どのくらいのバランスの。失敗しました。あれ、なんで俺あつなんか、なかなかうまくないね。はい、ダメだな。どうしよう、もうダンスやだ。おなんで。なんで。可愛いでしょ。可愛います。笑いを取るぞ。やかましい。あいつ。あたーす。あたーす。やっぱ違いますね、本当に入ってみると映像もパワーアップしてますし、僕も気合い入れて臨まないとなと思っております。オッケー。マジっすか、それないでしょ。何ですかその気持ち。今日めっちゃエレメントを使わせてもらうかな。熱くだな。頑張ろう。これこれ、ついに初日です。おめでとうございます。あとはね、もう本当に楽しいんで、まあでも怪我だけはね気をつけて、これからどんどん後半厳しくなってくるんで、それはちょっといろいろシビアに考えてみんなで力を合わせて、最高のものをお客様に届けましょう。はい、はい、じゃあ知ってる方は知ってる方、知らない人いるんで、じゃあ僕がトイヤって言うんで、そしたら時計回りでトイヤ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 って言って、僕が最後にせーのと、せーの、せーのって言うんで、そしたらおっとーまで、はい、はい、おっとー、おっとー、トイヤ、おっとー、で、皆さんよろしくお願いします。トイヤ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 せーの、おっとー。
刑事コンビはもうね、今ね、愛されとるから、ぶっ込みタイプですね。とりあえず、笑っていい人たちだと思われてみたいです。この後、泣かしてきます。頑張ります。俺やばいわ。ダンスさ、後ろ、なんか変なとこ
やるじゃん、てんのかこうやって、こうやって、こうやるじゃん、うん、この首振ってる時に俺持ってるそうそうそう、回ってるから何やってんだろうって思ったさすが神、とんだハッピー野郎だなんだこれはあのやばいじゃあ、死にてお疲れさまでしたはい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 早くビールも来よう。そのくらいもちょっとやりましょう。みんなこっち入る、こっち入る、こっち入る、どんどん入る。で、みんなに迎えようよ。ウェイ！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 よし、あのいつものモノマネやってよ。え？あ、やれやれ。3、2、1。初日おめでとう。あ、はい、あ、もぐさん、もぐさん、お疲れ様です。お疲れ様です。もぐさん、お疲れ様です。見てください、このプロフェッショナル。めっちゃ熱い。めっちゃ熱い。お湯お湯めっちゃ熱い。見ないでね、みんな。あ、ドアを。ドアを。はいはい。かしこまり。すいません。危ない。危ない。あ、ひざさんも危ない。歯磨き率高いから。静かな楽屋が。本当に、なん。やばい、落ち着き具合すごいですね、この楽屋。俺も歯磨きしようかな。レベルが違う。空気が違います、はい、全然違います。あの大人の楽屋って感じでした。僕今本番始まって初めて入ったかも。はい、はい、Nソナ 4Z エボリューション DVD をご覧の皆様こんにちは。はい、キャストスペシャル座談会ということでしてね、はいはい、映像ですよ、はい、DVD の映像、はい、今日は10月6日、はい、ちょうど中日ですね、本番の、ね、が終わったばかりのこのメンバーで集まってもらいました。じゃあまずはちょっと自己紹介からいきましょうか、はい、こっちから、はい、はい、テノソラ4、そうですね、なんて言うでしょう、自己紹介しろ急に自己紹介しろ。俺考えてたの忘れてた今。永瀬大輔役のサード名前をかよ。お願いします。サードメジョージくんです。お願いします。じゃあ続きまして、はい、生タメ太郎役の六本木やすれです。お願いします。六本さんです。続きまして、はい、花村陽介役の前又海曽です。えぇーおいちゃーい。なんで完璧。天木由紀子役の杉本由美です。えぇーよし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 よというわけでしてね、まあ、特典映像座談会ということで何話そうかってなんか考えたんですけど、はいはい、まあまあどうでしょう、 DVD の見どころ的なね、このシーン作るときこうだったなだったりなんて聞いていけたらいいなと思ってるんですけど、なんか早速行きたい人とかいます？はい、おー、いいね、16歳いいね。18歳違うんですよ。18歳違う、半分以下ですよ。お父さんにも、お父さんですもん、お父さんお父さんって言われてるんですよ。いや、娘呼んでない、呼んでないよ、娘よ。私のおすすめは、うん、ミスコンです。ほう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 、ものすごいベタなとこから出られてる。いいよ。じゃあ、うん、合コン喫茶。なんで変えたんだよ。なんで変えたんだよ。どんどんなくなっちゃうだろ。ちなみに出てへんからだよ。そう、あの、いつもミスコン言って、ミスコン。じゃあミスコン、うん、ミスコンは、あの、うん、皆さんは見てくださった方気づいてるかわからないんですけど、あのチラチラウインクしてくるんですよ。誰が感じくん。そんなことしてんだ。そんなことしてんだ。ビデオだったらもう一回巻き戻したら見れるんで、ちょっと見てほしいんですよ。感じのウインクね。感じのウインクが。なるほどなるほど。何やってんだ。うちら裏でスタンバって。そう、スタンバって。しかもあれですよね、いつも
あれ、デレッデレってなってる時にポーって言ってないです。言ってるでしょうね。うるさい、ね、お前声出てるよ。嘘だ、一人だけど。え、嘘だ、あれマイク入ってる。嘘だ、そうだ、なんでマイク入ってないかな。そうだよ、ないよ、欲しいね。あれ、俺さ、その前ほら、七子があって、はい、言ってもここにいるわけ、裏で、はい、うるせえな、ちゃうぜ。次、はい、おお、じゃあ、ゆみっぺ、まあ、でも、ざっくりかもしれないですけど、いいよいいよ。え、でも、今回、盾が、まあ、そうですね、はあ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 、どのシーンも、やっぱりかっこ、うん、まあ、オープニングの盾もそうですけど、うん、まあ、私的には、いつもそれから見てるのは、イザナミとバーチョンの、なんか、心打たれるんですよ。打たれちゃうんだ、うん、関係ないね、俺らね。そうですね。僕らその、僕らは現実社会で生きてるから、うんうん、あんまりもう、うちらも見ないようにして、そう知らない、そうそうそう、知らないようにしてるよね、実は俺ら。でもどうなんですか、六本さん、六本さんは、六本木さん、はい、実はまあ、ジャイさんなんですけど、今回盾をつけてくれたね、モルカジさんという方がいらっしゃいまして、もうとても素晴らしい、うん、最高の盾師ですね、あの人、うん、みんな大好き、モルカジさん。我らがボスです。そう、我らがボス。いや、最高なんですよね、iPad とかで持ちながら、ね。これ本当素敵で、それで、まあ、モルカジさんがいらっしゃらない時は、助手として、この六本木さんが全部見ていただいてて、はい、どうですか、今回盾は、うん、いやー、みんな上手くなってきてるし、うんうん、なんだろう、やっていく上でみんなのキャラクターがだんだん、うん、埋まってきて、今特に足立線がすっごい面白い、うん、いいですね。あ、そうなんだ、あれすごいよ、足立線いいですね。やってたら分かんないんですよね、どういう風に寝てるかって、本当にみんなで戦ってるっていう気持ちが出てる、出てますね。陽介はどこ、そのた、まあやっぱオープニングは自分もやっててすごい、うんうんうん、冒頭のシーンです、楽しんでやってるっていうのもあるんですけど、うん、ヘブンってあの天井落下の、おーおー、階段登ってちょっと変わってるんですよ、音楽と合わせて盾をやってるんで、うん、そうなんだよね、ちょっといつもと違う感じというか、それ今いいこと言ったね、実はこれ見てる皆さん、あそこ曲のタイミングカウント1-8、2-8とかのカウントに合って攻撃とみんな余計とかを全部やってるんです、実はカウントで。そうなんですか。そうなんですよ、マジか。そうなんそう、お前何だ、お稽古参加してた、お稽古参加してた、お稽古、そうそう、もしもう一回見てみてね、ワン、ツー、スリー、フォーって見てるとね、そう、頭の中でずっと数えてる、数えてるんだよ、絶対ね、外したらやばいってね、それが難しかったんですよね、やっぱり難しいよね、慣れないとね。なんだっけ、最後切るときは6だっけ、5だっけ、なんだっけ、5で飛んで6、5で飛んで6だね。キーパーの段階で8やったんですけど、だんだんなんか前にいて、5で飛んでって言われました。まえちゃんが、先にまえちゃんが登るんですよ、台の上。あ、台の上、台の上で、まあ、扇子を渡してくれるんですけど、まえちゃんがゴロンって向こうの方にこけちゃって、おお、思いっきりこけたんですよ。でも、扇子くれと思って、すごい、すごい、全然目がセンス言ってんぞ、センスくれよみたいな、あいつじゃないんだよ、陽介じゃないんだよ、俺もうこけながらスッてなってスッてなって、あの時ヤバかったです、俺の投げるセンス。なるほどね、ゆき子は花村くんってならないんだな、センスって、センスくれよって言ってんだよ、すごい。アンサンブルさんのうん、そうなんですね、すごい、すごい、実は僕は生ため以外にも、おおお、シャドウをやって、カメラ向いて、いや、ぶっちゃけ今回、まあ、もういいじゃないですか、うん、六本木さん何役やってます。まずオープニングで、はい、シャドウ、はい、で生ため、はい、そして転換で黒子になり、はい、ああ、そっかそっか、そして最後白袴の日、新刊、うん、新刊やり、また飲まるために戻る、うん、すっげえ大変、ホント大変、初めてこのつらい、一番出てるんじゃないですか、舞台上すごい、だから俺六本さんと控え室が同じなんだけど、六本さんの鏡前だけ異常な量の衣装がある。なんでこんな衣装あるんですかって言って、嘘ですよね、いや本当なんだよ、まさしくこれ全部着るんだよ俺が、嘘っつって、大変。そうそうそう、舞ちゃんはなんかない傾向は。そうですね、ご飯休憩もなかったじゃないですか。そうだね、忙しかったね、稽古がすごい詰まってたんで、うんうん、
だから野菜ジュースで自分しのいでたなっていう、そうだったの、野菜ジュースとゼリーでしのいでたっていう、あ、みかんゼリー食べてた、みかんゼリーすっごい好きで、おうおうおう、飲むように食ってました、ね、すいません、どうにかカロリーを取ろうと、もうどうにか、そうだよね、みんなご飯食べる時間なかったね、確かに、いや、そんぐらい詰め込んでやってたよね、いやね、何が大変かって、やっぱり、まあまあ、売りであるビジュアルライブのビジュアルの部分なんですけど、あれとやっぱね、映像と合わせてね、やっぱみんなはね、と、いや、マーガレットとかも地味にめちゃくちゃ大変なんですよ、あれ、地味に、そのタイミングが、初めてだったから、すごい、めっちゃ大変なんでね、今も緊張しながらやってます、水晶玉の持ってる、持ってる、そっか、そっか、そうですよね、手がね、ちょっと遠いと離れてるみたいなことで、行き過ぎちゃうと、もうマーガレット入ってるからね、頭が、そのため、頭持ってないところだって。今ならディレクです、ね、今から自分がお前か私だそう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 だからのあの飲んでみるすぐ乗ってくれるんですよ俺もなんかボケたらなんかもうやめなさいって言われる方だからそうやって行くと乗ってくれるんですよ違う違う違う何でも乗りますねと思ってキャラじゃないからね、まあ、いいかどうかわかんないけどマイペルソナのコーナー、ね、マイペルソナ何かと言いますと自分、まあ、谷口正志だったり早乙女ジョージだったり、はい、自分がペルソナを持っていたら、はい、どんなペルソナでしょうかというものを皆さんに絵を描いてきてもらっております。はい、皆さん描いてますか。どうしよう、どうやって見せていく、一人一人に行く、それともいっぺんに見せてよーせーのにする、どうする、いっぺんで行きましょうか、いっぺんに行きますか、いっぺんに行ってみんなで突っ込んでいくか、はい、一人一人、えぐいな、はい、えぐいですよ、えぐいな、怖いです、怖いです、怖いよ、楽しみ、じゃあ行こうか、じゃあマイペルソナまで3、2、1、ゴー。ちなみにどんな力を持ってるのこれは。あの取り付く。取り付く。怖いな。名前なんて言うんですか。柳レイ。怖い。柳に勝てる人いる？なんか柳に。俺だぞ。どうだ。ジョージ勝てる。これ勝てます。こいつの。これ何？ジョージの大会だけどね。これですね。あの僕パンフレット今書いたんですけど、レギンスって書いちゃったんですよ。自分のペルソナ出すとしたら、ああなるほどなるほどなるほど、そういうの書いたから、うん、ちょっとレギンスだなと思って、うん、これそうですね、完全に足レギンスの形でこれあのちょっとイメージしたのはバーチョンのケツですね。ああどっかで見たことあると思ったら、あれこういう感じ、バーチョンプリケツなんですよ。ちょっとそれをイメージして、うん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 、でちょっとここか劇場がね、あの銀河劇場ということで、うん、そうですね、ギャラクシーホールと、ギャラクシーホール、ギャラクシーホール、ギャラクシーホール、めんどくさいよ、ギャラクシーホール、なかなかめんどくさい。で、能力は何？能力はあの、うん、最初はこのペラペラの足でパチンパチンぐらいの攻撃なんですけど、うん、レベルアップしていったら、うん、このブラックホールで吸い込むというやばい、やばい、あとになれば、なるほど、きついよ、みんな、やだ、次誰、次誰、はい、次誰くん、誰くん、はい、お、ゆんぺん、私、でもなんか思い浮かんだのパッと書いただけで、あ、名前ちゃんと書いたのね、おう、まあでも、なんか太陽、太陽、太陽、陰と陽で、はい、まあ、その感情をコントロールする力を持ってる、おー、なるほどね、あ、相手に対して、で、こっから、違う色のビームが出ます、ビームで、ビームが出る、ビームが出る、ビーム、8ビーム出んだ、それ子供かビーム出ますって。アイキラクド。アイキラクド。あ、アイキラクド。あ、キラクド。キラクド。なるほど、なるほど。ちょっと、ひねる。どうぞどうぞ、次は、次はどれ行く？あ、ちょっと六本さん行く？六本さん行きましょう。六本さんなんかちょっとつい。強そうでしょ？まあ、とにかく武器をいっぱい。おぉ、これ剣ですね。これ剣ですね。剣が、2、3、いっぱいあるの。で、ビームを出るの。え、またビーム出るの。もうこれ負けるじゃないですか。
対決しますよ。大砲が1,2,3,4,5,6ついてるし、はい、ここ飛行機背負ってるから飛行機でドーン。さあ、なんでしょう、小学校の時の夢が全部そうですね。これ絶対人気あると思う。人気ありそう、うん、それのなんかあれが欲しいですもん、超合金とか欲しいです。名前はどうしようかな、最強語。ネーミングの小学生じゃないですか。これ全部武器全部持ってっから、もう最強号だ。可愛すぎてビビってるんですよ。最強号や。可愛い。じゃあ前山くん行こうか。はい。僕ね、キムってキャラなんですけど、僕犬めっちゃ好きなんですよ。実家に2匹飼っててめっちゃ好きだから、とりあえず犬やろう。で、趣味がギターなんですよ。でギターもうとりあえず混ぜちゃえみたいな。混ぜちゃったらもう俺のペルソナじゃねえみたいな感じで、で。まあ、ギターのイメージが電気で攻撃するのかなみたいな。それは、ね、犬がギターを弾いてくれる、うん、それは個別なのに、まあ、弾いてきちゃうわけ、ギターという。そこまでちょっと詰めてなかった。ただね、自分の好きな、ただの好きなものがペルソナなんじゃないかな、心の力なんで。そうね、そうね、確かにそれも一理あるね。ユリアもパンフレットに書いたんですけど、自分のペルソナがいたらマッチョがいいなって思ってて、これどこが顔か分かりますか？まあいっぱいあるね、顔ね。これは描いてるんです。おー、なるほど。顔2つある。レディーガガだ、レディーガガ。ガガ様メイクみたいな感じで、ちょっとここは威嚇で、本当はこっちなんです。2つある顔が。あ、え、そうなの？マジで顔が2つあるんですよ。だから、優しい時は、優しい時はこっちの方が大きくて、怒っちゃったらこっちが大きくなっちゃう。あ、大きくなるの？バランス取れるの、それ。バランスは、ちょっと詰めてきてもらえる？ちゃんと。いやいやいや、本当はね、なんかね、MC のほら、書かなくていい、書かなくていいって言われたんですけど、僕も一応書きましたよ。僕、これです。やばい。これね、僕は字が好きなんですよ。漢字がすごい好きで、多分俺がペルソナ紹介するとしたら漢字が出てくるだろうなと。で、これね、我っていうガッガっていう感じに、それもレディガガから来た。そうそうそう、やれ。そうそう、レディガガじゃないんですけど、我っていうすごい自分っていう字がすごい好きで、で、まあ立体的で、でね、俺すごい細かいものが好きなのよ。苔とか、同じものが埋め尽くされてる。エラとか。そうそう、大好き大好き大好き。細胞とか卵とか大好きで、あのね、模様とかが、だからその同じような形、幾何学模様とかが大好きなの。だから多分柄はそんな柄になるだろうし、一応ね、これね、だから円柱形になってる、間はこの空洞に。あー、すごい。これも一応空洞になってるんですよ、中。そうそう、なってるんで、だから俺最初出た時に、あ、隠れたと思って。バクってなってる。かぶったわ、かって、レギンスとかぶったわ。名前はそうだけど、もう、みんなよ、まあ、我ですよ。うん、まあ、こんな感じで。はい。ここの個性が出ますね。これ出たね。けどやっぱちょっと消えかかってますね。大丈夫ですか？ちょっと待って、じゃあさ、せーので1位を決めようよ。せーので1位の人に指ささない。このペルソナには勝てねえわっていうのに指さない。はいはい。じゃあ行きましょう。マイペルソナ1位はせーの、満場一致。満場一致じゃないですか。もう満場一致です、そんな。今回の座談会、マイペルソナ第1位は中島アルスさんの柳メイでした。イエーイ。もうね、なんせ薄い、うん、薄すぎ、見えない。もう時間経つこと消えてくんじゃないかなと思う。なんかちょっと最初見ただけ薄いですもん、ね、気持ち。もうパッパ行こうね。はい、行きます。僕のペルソナ召喚まで3、2、1。ペルソナでこのまま召喚されます。じゃあ杉本由美ちゃんのマイペルソナ召喚まで3、2、1。はい、はい、キラキラ。何も考えてなかった。かわいかった、すげえかわいかった。これ男性ファンもうよもうね。じゃあ前山くんのマイペルソナ召喚まで3、2、1。いけ、キムワンワン。やべえな。これはすごい。毎回は嬉しいじゃないですか。キュンキュン来ますよ。俺こんな一時停止です。一時停止。これもうやばいです。スローモーションで見ます。今心臓が痛い。谷口まさしのマイペルソナ召喚まで3、2、1。はい、我。え、
出してやる。じゃあ大丈夫ですか。じゃあロッポンさんのマイペルソナ召喚まで3、2、1、いくぜ。最強ゴー。マイペルソナ召喚まで3、2、1。ムッキーどうですか。え、ちょっと待って違う、予想以上に動きがでかすぎてちょっとびっくりしちゃったの。びっくり。じゃあ行きましょう、はい、後ろからの中島ありさのペルソナ召喚まで3、2、1。おいで、ヤナギレ。マイペルソナ召喚ポーズ1位ね。はいはい。1位か、もう一度見たいか。ダメダメ。もう一度見たいか。もう一度見たい。もう一度見たい。そう、マイペルソナ。もう一度見たい。最後それでお別れで。そうだ、最後でお別れしちゃう。もう一度見たい。マイペルソナ召喚は誰か。1位は、せーの。あれ、もうまだまだない。俺、まやちゃん。まやちゃんは？俺、ジョージくんです。俺、アリサさん。私、ロッポンさん。私もロッポン。ゆるもロッポンさん。おー、ロッポンさん。だってー、見たいうわー、よかったー。ましたね、よし。いやいや、というわけでですね、今回ね、こんなに長くなりましたけど、少し DV 特典、10月6日、はい、本番終わり。はいはい、中日です、はい、だからまだ残ってるのをね気合入れてくんですけど、はいはい、こんな感じでトークの方をね終わりたいと思いますが、はい、最後に、はい、六本木さんの最強号を召喚して皆さんとお別れしたいと思います。それでは六本木さんよろしくお願いします。六本木さん、何か一言言ってもらえてですね、あの紹介していただければ、はい、皆さん、この最強号のペルソナ最強号のペルソナなりきってます。変身ポーズでドキモを抜いてた。いくぜ。一計最強語、最強語。失礼します。あ、どうもどうも、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。急に来ましたね。そうですね、いや、まあ今回のペルソナはね、まあ、第1弾のボリューム1からの続きで、まあ、本当エンディングまでね、ゲームでいうエンディングまで進んで、いく中で、その主人公とそのキャラクターたちのなんか絆だったりとか、そういった、まあ、ゲームでいうコミュニティですね、なんかそれがこう深まっていって、でなんかエンディングにつながっていくっていうのがね、すごくなんか鮮明に描かれていて、それがすごく面白いですし、ぜひ最後まで楽しんで見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。お邪魔しました。今度来るときはアポ取ってから来てください。またノーアポできます。はい、お疲れ様です。カツレンでこういう制服になったんで、私もこういう制服になってる。汗まみの真似はできねえな。性別の境界線を越えるわけだから。はい、本日も2公演です。よろしくお願いします。
まあ、昨日で半分過ぎて、うん、今日からまあ折り返して、はい、またちょっと気を引き締め直してちょっと集中してやってほしいなと思うのと、はい、本当に小さいことで怪我するのが一番怖いんで、うん、みんな集中していきましょう。はい、まあ、みんなで一致団結してやっていけたらなと思うんで、はい、集中していきましょう。はい、はい、お願いします。トイヤ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 せーの、オッドやっちゃう？行ってきます。出したい。はい、というわけで、10月7日日曜日昼公演、永瀬、今日はノースリーブでいきたいなと思います。嘘です。頑張ろう。マーガリン今日はちょっと、
マーガレットの調子が悪くて私がかけらを持ってきた。ホゲがいない。あ、ほんとだー。もっくんじゃないんじゃない。もっくんじゃないんじゃない。何の国行っちゃった。やめなさい、やめなさい。何やつ。何やつ。お前が何やつ。お前が何やつ。なんか、それでは本日2個目です。イエーイ。イエーイ。そういうふうにやってもらえたら僕も嬉しいですし、まあ、お客さんも喜んでもらえるんで、もう一回気を引き締めてやりましょう。はいはい、ということで、はい、新井舞さん、お誕生日おめでとうございます。そろそろやらせ。みんな集まったか。みんな集まった。もっくんいますか。はい、ということで夜公演始まります。イエーイ。ラッシャッセー。ラッシャッセー。心と体を一つにして、逆にちょっとヤバいなと思ったところはヤバくしないようにというか気持ちでぶつかっていきましょう。はい、はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。トイヤ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 せーの、オットということで、始まりましたよ。始まりました。俗に言う座談会でございます。俗に言うとか普通に座談会でございます。じゃあまずはね、僕から一人一人ちょっと自己紹介、役名と自分の名前を、はい、じゃあまさみさんからお願いします。足立通役の伊藤です。本日はどうもありがとうございます。お買い上げいただきましてありがとうございます。辰巳幹事役、大見洋一郎です。ありがとうございます。主人公役の妻夫木聡です。みんなボケないといけないみたいになっちゃうからやめて。はい、ということで、今回主人公役やらせていただいてます、ボボトルです。白金直人役の川上ジュリアです。よろしくお願いします。お願いします。はい、一条公約の太田元裕です。お願いします。
ということで、みんなどうですか、はい、今回もう結構な公演やりましたけど、やりましたね、7公演、はい、いや、8公演か、8公演か、うわ今夜で終わったわけなんですけど、もうシップマンですよ、僕わーほんとだシップマン、こっちもガチめっちゃ入れてますもんね。まあね、生傷はね、ちょっと耐えないですね、冒頭使えない方がおかしいですよ、ガズッパですよね、ほんとなんかね、ずっと出てる、気がついたらはけてないんだよね、なんか、多分30分ぐらいいるんだよね、単純に。あの、台本もらった時に馬場さん、僕の隣で見てて、あれおかしいな、俺ずっと出てるって、俺一生出てる、一生出てる、負けられない、負けられないわ、別に、ね、実はですね、はい、前回の、いいですか、ちょっと、まあ、ビジュアルライブペルソナの、まあ、1で、あのトークショーでやらせていただいた足立メモというのがありまして、出たー、足立メモの何名か、あったよ、あったよ、こちら、本当に聞いてない、本当に聞いてない、それ出た、マジっすか、足立メモね、次の方がですか、マジっすか、はい、出ました、出ました、ちょっとでかいですね、はい、じゃあ誰から行こうかな、怖いわ、ちょっとお時間いただいてもいいですか、これ、ちょっと垂れ込みをね、ないよ、まず足立操作メモ、絶対ない、絶対ありません、絶対ないよ、本当に言ってくれないですね、そういうの、はい、怖い、言うわけないじゃないですか、怖い、言うわけないじゃないですか、悪いか、本当に怖い、だからどういうふうに、川上ジュリア、わーい、マッシー、まあね、これはあの厳密には正確には僕のミスなんですけれども、はい、あの、まあ、これは多分リハーサルの時ですかね、まあこんな感じのメモが、あの生ためが書いたメモがあるんですね、住所を書いた、ね、で、あれをカーッて読んで、で、僕が取り上げるシーンがあるんですよ、すごいっつって、そうだこれじゃ決まりだよみたいな感じで言うんですよ、で、その後戦いに行くからって言ってメモを僕、そのまま持ってなきゃいけなかったんですけど、堂島がうっって苦しそうした時に俺、ダッて渡しちゃったんですよ、稽古場ではずっとこう、直人に渡して堂島さんって行くんですけども、それが変わったのを忘れちゃってバッてやったんだけど、なかなか受け取ってくれなくてちょっと、いや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 堂島さんって言われて、で、川上さん、これどうしたんだろう、これ持ってたら疑いないみたいな、で、出した決断が最後堂島さんがこうやって寝る枕の間に、堂島さんこれを何かのヒントを与えたみたいな感じで、でもそのそこ以外タイミングが見当たらなくて、堂島さんめっちゃ大丈夫ですか、下水ですね、すごい、逆下水、これ何してんの、下水の、俺が来ないのかったな、これ裏に入って、やべ俺だってやべ俺だった、めっちゃ綺麗、ました、ただ堂島さんに座って、すごいよ、堂島さん、何でした、なんだこれはみたいな、誰だみたいな、なりますから、絶対できない、決まってます、決まってましたね、足立メモ、続きましてバンバンいきますね、では新キャラが続く間宮祥太朗、あれ間宮、今夜は本当にちゃんと作り込んで来てますね、縦もしっかりやって、で、だから本当に油断しないで本番に立つんですね、誰しもそうだと思うんですけど、絶対にミスをしないんです、で今までの中で本当にちょっと1回だけちょっとしたミスがありまして、はい、ガソリンスタンドが出てくるじゃないですか、ああ、はい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 、ミステリアスな感じで出てきて、はい、で、セリフで君の決断によって救われた命もあるかもしれませんねかな、はい、そうです、でも多分その日本当にたまたまかな、知れませんねと知れないですを多分迷ったんだろうね、そう本当は知れないですだし、いつも知れないですなんだけど、どっかで迷っちゃったもんね、救われた命もあるかもしれないで、あったあった、いや、本当に急に出ましたよね、外人神だった、はい、ちょっと日本以外のとこ行ってたのかな、相方とかの方見てたの、行っちゃってた、
いやもう意地でも噛んじゃいけないと思って、うん、神様だし、そんな噛むなんて噛むなんて人間的なね、あ、神様噛んだってなったら絶対噛むな、噛みたからもう意地でも意地でもこう、うん、みたいな、まあ、まあセーフにしようとした結果、うん、うまいっすね。知らない、面白くなっちゃった。もう即マーガレットも言ってましたね。知り合いですか？知り合いの方が今舞台で言ってました。僕のその後 のどういう意味だっていうのがもう本当に本当にどういう意味だお前誰だ、お前何だろう、誰だ、知らないです、知らない、最後汗かいた、もちろん主人公ババトル、おーおー、俺今回本当多いんすから。そういう、前回もやったんですけども、やはりババトールは大御所俳優だというでタイトルに行かせていただきたいんですけども、これですね、実は今日の昼の回の出来事でして、実はここしかほとんどわからないんですが、あの陽一郎が、はい、あのふざけんなっつって、先輩とてめえが言ってるわけねえだろうがっつって、バージョンがこうかっつってやってて、でそれ聞いてうるせえなと思いながらバーンって倒してお腹をパーンっていきますよね、はい、で肩がガッてやってバージョンがカッて見たらメガネがですね、あ、そうそうそう、見えた、そうそうだった、そうだった、一切もう一切聞いてるで、ガントスです、ガントスです、ガントスです、でも僕どうすんのかなと思ったら、あ、俺もどうすんのかなと思ったらバージョンゆっくり昼そうですね、ほんとにバーンやってバーンやってダーンって倒して刀ガッてつけて見たらもっとしてる、もっとしてる、ここでこんなもんで、それで私の刀刀見て、その後こう私の顔見てこう笑ってたわけなの、あ、めっちゃ笑っちゃったさ、今日失礼マイペルソナのコーナーということで、本日皆様にはこのスケッチブックを、ね、はい、持っていただいております。で、これは事前にね、書いていただいているものなんですけれども、はい、これはですね、自分に役関係なく、うん、その、まあ、それこそ伊藤正美だったら伊藤正美のペルソナがいるとしたらどういうものかというものをちょっとこのスケッチブックに書いてもらったので、これは一斉に、一斉に、一斉ですか、はい、自分のペルソナだったら、はい、まあその方が気が楽ですよ、ね、気が楽、一斉ですよ、それは僕が判断していきますから、はい、いきますよ、怖い、心の準備はよろしいですか、緊張する、いただきましょうか、いきますよ、せーの、ドン、結構普通でしょ、じゃあ私ちゃんとテーマがあるんですよ、あ、じゃあそれ一人ずつちょっと言っていきましょう、はい、じゃあもっくん、かわいい、みんなの影に隠れてたけど、ね、来たー、それいいの、結構画伯だよそれ、え、嘘、影だったら頭が立ち巻きましたけど、いや違う、立ち巻きましたよそれ、回復系っていうんですか、あー、なんかそういう系の方が僕好きなんですよ、あんまり戦う剣とかそういうのじゃなくて、なんか音楽好きだから、かわいい、音楽とかで出てきてこう木とか生えてきちゃう、邪魔だよ、急に再生するんだよ、再生しちゃうんだよ、めっちゃかわいい、木が再生して人も笑いだ、笑いだしちゃう、それ人だったんだ、人です、人です、これキラキラ、キラキラ笑いだしちゃう、かわいい、そう、頭の上の音符やばいんですよ、やばいよね、名前、名前これどうしようかなと思って、でも名前かケラケラって書いてあるからケラケラでいいか、おー、かわいい、ケラケラ、ケラケラ、ケラケラで、うん、はい、じゃあ翔太郎、はい、こちらすごいね、あの周りのはすごい落書きなんで、あのイギリスっぽいものとかも好きなんで、うん、なんか、まあ、顔とかもね、ペルソナっぽい、ちょっと髪型見たんで、そう、俺も見たんだと思った、見たんだ、
あれ、みな見るとそっくりすぎる。似てる。色も。色もね。色もなんか俺。イメージしてくれたの。あ、違います。ちょっとね。じゃあ、名前。もう考えてなかったんで。これじゃないの、名前。あ、じゃあこれでリブフォーエバー。リブフォーエバー。なんか頭に自己紹介してる。自己紹介してる。じゃあ、南のクイズ。いいですか、これ誰書いたか分かりますか。誰、私の憧れの人を召喚したくて書いたの。はい。もういいですか、正解言っていいですか。じゃあ、多分、ジャンヌ・ダルク。正解。ああ。そう。絵ね。あの絵ね。そうなんですよ。私、あのジャンヌ・ダルクが大好きで、あの、ね、とかもう憧れっていうか、その女性、戦う女性の、あの、火で焼かれて死んじゃう。うん、ね、から、ちょっと戦いは火で。ああ、なるほどね。そう。深いね。深い。ちゃんと考えたんですよ。おー、深い。そうですか、じゃあ次行こうか。こらーこらこら、ちょっと恥ずかしくなっちゃったから。ジャンヌ・ダルクですね。ん？マンベ。マンベ。え、ダメなの？ジャンヌ・ミナミでいいじゃん、それ。プロレスラーみたいな。ジャンヌ・ミナミ。ジャンヌ・ミナミ。じゃあそうします。ジャンヌ・ミナミ。ジャンヌ・ミナミで。これすごい。じゃあジュニア、これは私。これ。肉まん、ありがとうございました。聞いてください。なんか早口言葉あるって聞いたんですよ。なんだっけな。一富士二鷹三なすび。そうですか、ありがとうございます。それをサーと入れて、何よ、めちゃくちゃ有名。え、入れてんの。じゃあ早口言葉、え、多分そうだよ、ユリアちゃん言ってたもん。早口言葉じゃない、早口言葉じゃない。あ、言葉、ことわざかもしれない。ことわざ、でも違う、まさゆめで初夢だ、初夢だ。カオスだ、カオスだ、カオスだよ、ちゃんとせ。俺が正解に珍しくないですよ。カオス、カオス。見てる。え、これ湯気だから、なんか熱しますみたいな、蒸しますみたいな。こいつ何してくれ。蒸す料理だ、料理や、料理。なんかなんで蒸すんだ。いや、敵、なんか名前は肉まんですか。肉まんですか。あ、肉まんでいいかなと。本当に、それやばい。これちょっとね、すごい。そうさないね。はい、そうね。もう、まあ僕ってあれですね、まあ演出っていうか、まあ本書いたり、あと役者もやったりするんで、そこへの狭間に入れたらいいなと思って。で、まあここでステージでなんかみんなが立ち位置があったりして、まあ演出の椅子があったりしながらの、これストップウォッチ。うわ。だから1時間半を超えたのでちょっと焦り出すんですよね。ちょっと待って。上演時間をちょっと早くにする。で、まあ、持ってるのは、まあ、本とか、まあ、ペンとか で一応自分もバミリの上に立つみたいな。うわー。そいつは 何してくれるんですか。こいつは、だから、まあ、人のセリフを勝手に決めるっていう。だから、うん、だからムカつくやつがいたら、だそいつが告白する時とかに、私ご飯食べると絶対ゲップするけど付き合ってみたいな。本当に。あ、なるほど。それひどいな。伊藤君で。伊藤君で。伊藤君で。僕本当に映画苦手でして、で、これ D2 っていうグループに入ってるんですけど、そこで。その中で日本男くんっていうのを1個作りました。侍のちょんまげと侍だったんだ。爆弾だと思った。絶対爆弾だ。爆弾だよ。キーってさ、イエーイみたいな。自爆するやつ。絶対これ爆弾だよ。違う。でもさ、せっかく僕は本当に漢字が好きで、漢字の要素もせっかくだから入れたいなと思ったんで、ここ普段黒髪なんですけど、今回は金髪にしてみて。だからアフロじゃん、アフロ。これはパイプ椅子。パイプ椅子見えるでしょ。え、これパイプ椅子。え、アフロだと思った。何でもついちゃうんだ。だから今剣はある種裏側についてる。こうじゃない。日本男くんっていうのを僕言ってるんで、じゃこれは日本漢字くんで。はい、お願いします。日本漢字くん、日本漢字くん、ちょっとおろいね。いいですよね。じゃあちょっと皆さん、なんかみんな思った以上にすごく良かったですね。おお。その中でも僕がいいなと思ってダントツ2人を選ぶことにします。あ、マジですか。はい。なんなら下1位言ってもらってもいいですか。ダントツ1位と下1位がいい。下1位と下1位どれでやった。おぉ、あっさり、あっさり、ほんと、ちょっと待って、肉まんの上、これ1位だ。だいぶだから、ね、理解したんだけどな。川上ジュリア
正解です。まあ僕が選ぶとしたら、うん、伊藤ちゃんと、うん、ジャンヌ南かな。イエーイ、やったー、さすがだ、やったー。なんかね、ちょっとドラマを感じました、うん、ジャンヌ南は、うん、やったー、戦えそうでしょ。戦えそう、うん、あのね、うん、クオリティは低いんですよ、ぶっちゃけチーン。けど、そう、ただ、みなみんのその人間性とかいろんなものを含めた上で、嬉しい、ありがとう。そう、で、翔太郎の場合はおしゃれ、ね、おしゃれなんですよ、うん、おしゃれだからどっちにしようかって選んだんだけど、うん、その中でやっぱりクオリティが高かったのは、うん、もう伊藤ちゃん。3、2、1来い、肉まん。やばい、怖くなってきた。うわー、怖い。3、2、1、来い、日本漢字。はい、ということでありがとうございます。3、2、1、来い、リブフォーエバー。これには訳があって、訳があるんですか。4、3、2、1。ケラケラ。これはひどい。怖い、怖い、怖い、怖い。うわ、これはひどい。笑わなきゃダメなんだ。笑わないとダメ、めっちゃ笑わないと。もしかしたらその間にやられちゃうんだよ。やられてる間に。いくよ、全力でやるから。全力でいきますよ。それでは4、3、2、1、お願いします。ジャンヌ南。最近稽古場でよく僕の真似をする人がいるので、実際にその人に出てきてもらおうと。おお、はい、これでイラッとするんですよ。じゃあ行きましょう。5、4、3、2、1、来い、伊藤ちゃん。やめろお前。腹立つこれ。なんすか、俺そんな。ちょっとね、ちょっと猫背でね、やめとけ。完全ただの寝起き野郎ですけど、今日はこれですね、10月9日千秋楽、14時から16時15分です。最後悔いが残らないようにみんなで、キャー、オミくん、キャー、やるだけです。うるさいよ、うるさいよ、うるさいよ。本当仲いいんです、ペルソナファミリー。本当にもううん、やるだけ、やるだけ、頑張ります。最後までよろしくお願いします。収録でーす。いけちゃうぞ、やっちゃうぞ。こちらも頑張ります。かまねで頑張ってきます。練習ラフです。いってきます。選手楽、よろしくお願いします。選手楽、やっちゃいますか。やっちゃいますか。やっちゃいますか。イエーイ、頑張ります。選手楽です。頑張ります。みんないるかな。いますね。いるね。もっくいるね。それではとうとうやってまいりました、千秋楽です。またまた。ここまでね、1週間分延長になりますからね。はい、頑張ろう。というのはうそです。まあ本当にちょっと体力もギリギリの中だと思いますが、まあ、頑張って、あとはちょっと千秋楽だからといってちょっとあんまり気負いすぎずに、そうですね、普段通りやって、うん、ちょっと
気持ちが焦った一瞬にちょっと本当怪我につながることとかもあったりすると思うんで、気持ちは動かしつつなおかつこう心は冷静に、うん、そんな感じでいければ、みんなで笑顔で終われるんじゃないかなと、はい、よろしくお願いします。お願いします。いきます。トイヤ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 せーの、あったー。あんまり部活サボんなよ村瀬、お前が行こう、うちの部張り合いてんじゃん。お前が何と戦っているのかは知らないけど、負けんなよ、俺も負けないから。なんだ連れてたんだよ。浅井足立、お前何日か前にうちの前うろついてたらしいな。お聞いてるのか足立。足立どうした、どうした。動きません。いつも僕にウニを食べられるのが嫌だからって舞公園これに仕掛けしてるの僕知ってるんですからね。お、どうしたどうした。舞公園って何の話かよくわかんないけど、どうした足立、どうした。あれさっき何て言いました。ウニは1個しかねえんだぞ。よく見てください、3つ入ってます。しかも今日はそのうちの1個激辛です。山のてっぺんにしてやるよ。あ、山のてっぺんにしてやるよ。てっぺんにしてやるよ。山の公園、山さん、はい、じゃあ俺酒選んでもいいですか。いいよ。じゃあ、そっち行っちゃう。どれかな。あ、そっちか、そっちか。ちょ、2人いいかな。2人いいかな。なんか刑事の勘が言うな。確実にでかくないか、これ。なんか俺の刑事の勘が言ってるんだけど。ちょっとお世話さん頑張っちゃったの、ちゃんと。俺のだけでかくないか、ちょっと。そんなことないでしょ。え、一つですよね。一つな、はい。よし、もういいよ、もうこれもう行くわ。せーので、いただきますね。せーの、いただきますね。はい、行きますよ。せーの、いただきます。もうバスケできねえよ。サッカーしとけよ。お前サッカーだ。
さ、部活以外にやることないの？ない、即答会だ。一条ね、この絆創膏の秘密知ってるから。何？剥がしてみよう。ちょっとお前、いいのか？ああ、これを剥がすと。これを剥がすと、もう行きまーす。このサッカーバカだ。そう、俺サッカー大好き。ボールは友達。また皆様、いつか会いましょう。